かならないよ。占いカップに呼ばれちゃった、とうとう来てしまいました。呼ばれちゃった、呼ばれちゃった。あれ確かさ、はい、ドレスコードさ、はいはい、赤じゃなかったっけ。赤か緑じゃん。赤か緑よ、ね、はい、でも僕ナナエちゃんと特別なんで、イエローだけ黄色だよ。そう、本当に。そうです、イエローは無視して黄色だよ。大体ね、赤い人しかいないんだよ。あ、ちょっとどっかしらに赤がほら、そう、みんな、あ、クリスマスだから。そうです、そうです、緑と赤って。そうです、そうです、そういうこと。でもほら、ベル、ベル、ベルから、ベルね、ベルから。そんな感じでね、はい、うん、ちょっと今日はお呼ばれして、お呼ばれっぽい感じもしないけど、ご招待させていただきます。そもそも俺らのこと知ってる人いんのかよ。いや、いないですね、いないぐらいがちょうどいいです。じゃあ、ゲストでいいの俺。え、いいんですよ。大丈夫、気づかれないゲストに。いいんです、そんなにいいんです。ファンなんですか。いいです、ファンらしいです。今いましたでしょ、ナナエカップに来て。今いました。いやいや、これすごくないですか。打ち込み大丈夫ですか。あ、大丈夫です。じゃあ、ファンの方です。じゃあ、名前、名前つけろ。名前つける。じゃあ、王ちゃん。王ちゃん、王ちゃん、王ちゃん。じゃあ、今日は、おーちゃんとイエローとレッドとレッド2人の動画っていうので、あともう一人いるはずなんでね。まあその人も映り込み OK であれば、あの即興であだ名つけて。よしよし、じゃあそういう感じで、エビスらしいですね。はい、じゃあ今日は東洋カントリークラブで、はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。主役に、ありがとうございます。あ、もう来てる、もう来てらしい。ちょっと今日着させていただきます。いいですか。黄色が一番目立っちゃうのに。ナナエさんのファンの方がこのナナエさんトレーラーを今日のために作ってきていただいて、それをなんとイエローとレッドもあるんで、今日はこれを着てね、俺らプレイする。はい、プレイ。これ着てプレイですね。はい、あ、わかりました。一日今日。これもこれ数で帰りますね。あ、そうですね。はい、わかりました。協賛出しちゃっていいです。ナイキの協賛で、はい、出しちゃって。使用済みで、はい、出しちゃいます。はい、じゃあよろしくお願いします。なんかこう、着こなしてる感あるじゃないですか。メナゾちゃん発見したね。メナゾちゃん、着こなしてる感あるじゃないですか。だから着させられてる感。そんなことないよね。すごい似合ってる。秋葉原ない。秋葉原ない。覚えてないんだよ。ジェンジゴルフレンジャーじゃなくて、秋葉原ゴルフレンジャー。秋葉原。マジで。なんで。わざら。ご覧になってください。で、今日はこの恵比寿ゴルフレンジャーさんが、YouTube を撮影しながら一緒に皆さんとラウンドしますので、お願いします。皆さんよかったら映ってください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いきなりですけど新メンバーの紹介です。新しいレンジャーが入りました。うちにどう見てもオレンジ、はい、初めましてオレンジマンさん、オレンジマンさんです。もうインスタグラムでご存知ですか。僕らの YouTube って見たことありますか。もちろんもちろん。本当ですか。もちろん見てますよ。ありがとうございます。
あー、ありがとうございます僕もあのゴルフ始めてすぐオレンジマンさんフォローしてるインスタグラム俺もイエローに教えてもらってなんかすげえオレンジがいるから見てみてよすげえなあのオレンジっていろんな球打つんすよっつってそう紹介してもう今やすごい人気の、うん、もうインスタゴルフグラマーですよ、ね、そうですよねそうってやってますよで今日はドラゴンゾーンにいるということでだリーダーがなんかねなんかええだよみたいなね俺が100発中の一発が出れば可能性はワンチャンあるちなみに俺オレンジマンさんは大体何ヤードぐらいドライバーでまあ季節によりますけど、はい、頑張って300飛ばしたいぐらいうわー聞きましたちょっと聞きました聞きましたちょっと見せてくれればマンブリで力んだ方が負けですねそうですね擦ります擦っちゃうんですねちょっとまたドラゴンソースわかりましたはいよろしくありがとうございますありがとうございますありがとうございます僕はもう関係ないんで僕はゆっくりドラゴン行ってあ飛ばなかったなとか言ってなんかやりたいなと思ってますすごい見てくださいみんなステッカーもらってくれたもうこれであとチャンネル登録とインスタフォローしてもらえればうちはあのフォローバック 100% 相互フォロー ウィーウィンの関係でウィーウィンになりますよねウィーウィンエンジャーだイエーイさあ捕まえましたやっと映ったね捕まえましたさあ捕まえましたアズゴルフ捕まえましたアズゴルフ捕まえましたあの一方的に喧嘩売られてたんで今日はあのなんて言えばいいんですかあの同じコースで、うん、前後前後嘘そう前の組なのあ前の組ですか、うん、あ本当にじゃあもう言い訳無用で間接的に勝負だそういうことですねバッコバカにしてっかじゃあ、うん、アズちゃんとイエローの勝負は今日、はいはい、今日で、うん今日できました。で、これ勝てば僕、七井ちゃんに挑めるそうですね。あ、そうですよね。予選ですよね、はい。ちょっと今日なんか弱気な発言なんですけど。なんでなんでかって、うん、なんか先週、115、120。マジでやばくないですか初ラウンド以来120叩いちゃって、うん、スイングが汚いから直そうとしたら、分かんなくなった。分かんなくなっちゃったな。チャンス罰ゲームでなんかないの勝ったらなんかイエローにやってほしいよ。あ、俺が負けたらってことそうそうそう、どうするなんかすごい、そんなのもらえるんですよこんなのもらえるんですよファンからいただいたんでじゃこれ、負けたらじゃあ、あちゃん1個あげてたってミルクティー味、うん、3つぐらい3つ結構不思議でしょお美味しいよねミルクティーですかうん調査さん、ありがとうございます、うん、ありがとうございますありがとうございます、うん、じゃあ、罰ゲームとは特になしで、はい、じゃ真剣勝負ってことそうです、そうですじゃもう言い訳無用ですねあれですか、エリカッカさんはベストおいくつですか80です80かいやでも今パター出なかったパター入んなかったじゃあエリカッカは、はい、今日俺らの前の組で回ってんのそうですじゃあ俺らが一緒に回るあ違う別組私は高校の後輩あそうなんですうーんあそうなんですあどうもメンズの方であなるほど、はいはいはい、地元の秋田の出演 OK ですか出演 OK ですあ、OK ですかどんどん人が集まってきたからよかったですねめっちゃやってくるの僕の親友の、はい、あのお姉様お姉様ですか。なんか初めまして。あ、そういう感じですか。そっち系ですか。そうなんです。お姉様。ガチですか。あ、ガチです。あ、うちのチャンネルにもそういう方いるんですよ。あ、そうなんですか。うちのチャンネル出ませんかよかったの。いいんですか。はい。仲間探してたんで。ついに出演来。いや、ありがとうございます。お姉さんいくつですか。74です。あ、なんだ、バケモンだ。なんだバケモンってあともう超失礼。失礼失礼握りつぶすから、ね、前半おのおの楽しみにはい、ちょっとゴールしましょうお名前はあ大輔と申します大輔さん、はい、じゃあ大ちゃん大ちゃん大ちゃんですか大ちゃんうちにまるちゃんっていう見たことはないですよねうちのチャンネルご存知ですか知ってますこの前見たよお本当ですか 僕たまに見てますあありがとうございますありがとうございますでうちにグリーンレンジャーっていう人がいるんですよ、ぜひ大ちゃんと大ちゃんめちゃくちゃうまいからめちゃくちゃうまいお姉プロゴルファーを目指してたらしくてへぇーいやいやいやもう、まあ、あのガチガチなのねはいいやうちのまるちゃんもそのお姉ゴルファーを探してるって言ってたんですよなかなかいないって言ってたそうよねそうなんですそうなんですよかったほんとにぜひ一緒にちょっとお姉ラウンドあぜひぜひあ、うん、あよかったじゃんいただいて YouTube 出演大丈夫ですか、ね、あ全然 OK あ
ちょっとコメントとかでガイガイ言うやついるんですけど関係ないですよ、ね、あ、全然関係ないです大丈夫、大丈夫全然関係ないさあ、じゃあおはようございます。朝一ティーショット1ダーム目さあ、今日はイエロー対アズゴルフの対決なんでね、ちょっとティーショットしか見れないのが残念です、はい、大丈夫、あるある、隣のホールにあ、オープンな隣のホールのフェアウェイにあるからイエロー勝てるかもよ。あずちゃん、大丈夫大ちゃんのティーショットちなみに74でここを回ったことがあるらしいです。いやー、うまちょっと左だ、ちょっと左だ、残るか、大丈夫大丈夫、さすがね、さすがね、こんなもんたくさんですね、イベントがね、簡単ですね、いいでしょこれ運営さんどうなんですかおお、指してるよ、タカさんのナイトニアピン対決のホールになってます。ニアピン対決強敵オレンジマンよいしょよいしょ